劇団翼の佐久間さんです。ありがとうございました。ありがとうございます。一生懸命、劇団翼の皆さんと一生懸命頑張ってまいりたいと思います。どうぞ、お時間がありましたら一日でも多く足を運んでくださいますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます、ね、はい、はい、じゃあもう初日ということでございましてね、はい、昼間はなかったんですけど、はい、2ヶ月間に向けてね、皆様の頑張り、もう、はいと一言一言お願いします。翼さん、マーサトでございます。もうちょっと挙動ってるやん。頑張って。はい、翼マサトと言います。はい、今月1ヶ月間精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。はい、よーい、よっしゃー。はい、そして沢村レイカと申します。本当に人数が多いとすごい楽しいです。1ヶ月間よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、ね、これから池内さん、皆さんと、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ではね、この方々に、今月1ヶ月間全力投球で頑張ります。はい、小泉さんと申します。1ヶ月間一生懸命頑張りますので、どうぞ温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。冷たい目ではないよ。はい、翼さん、ありがとうございます。翼さん、誠です。続きで頑張ります。皆さん、どうぞ藤井翔、足を上がってください。お願いします。はい、分かりました。翼さんが横で反響してたのに許さすぎてやばい。ことぶきみとめです。久しぶりに帰ってまいりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ね、では、お昼僕ね、温度とって、はい、あ、いや、大丈夫です。え、いや、いいです、大丈夫です。そうなの、じゃあ僕やります。いや、なんかね、ちょっとだから、どうぞどうぞ、言えへんよ。いやいや、もうせっかくなんでね、座長さんに、はい、本当に、はい、わかりました。では本当に取らさせていただきます。めでた、めでた、あの、すっともかい。あれがそんとや。いやいや、お客さんも盛り上がってた。うん、次の温度は何でしょう。え、次の温度は何でしょう。次の温度、わかりました。22度、舞台の温度。最高やん。いや、ことぶきの座長めっちゃおもろいやん。 7.5 度、37.5 度、これあかんやつやないか。今 37.5 度、あかんねや。もうそのまま、もう早終われみたいな。いや、違いますよ。あなたがさ、もう滑りまくってるから助けてやったんやん。7ヶ月ぶりに一緒にやって初日から気分悪いな。早終わらんかい。ちゃうやんか、ちゃうやんか。7ヶ月の間に何やったんや。いや、お客さん、この人すっごい面倒くさいんですよ。いや、あのね、あの乗り込みの日にね、いやいや、そんなお前言うんやったら言うで。乗り込みの日に7ヶ月ぶりに久しぶりに会いました。僕をパッと一目見て、なんてこの人言うんだと思います。うわ、チンピラが来たわ。そんな言い方ってあります？こんな可愛らしいチンピラどこにおんねん。今、ね、朝の出勤終わって帰ってきたから、すごい馴染んでた。マジに馴染んでたよ。何が？お前だよ。何お前言うとんねん。で、あなたがおっしゃる。あの、お客さんね、信じられないでしょうけど、彼より僕は2歳ぐらい年上です。たった2歳にこんな偉そうなの。たった2歳というけど、大きい4人さんは早く手を打ってください。はい。もう無駄話はいいから。早く手。めんどくさいでしょ、本当に。では、ね、本当に行かないとも怒られちゃう。ね、50分で終わってくれって。そうだよ。ね、もう大変なんだ。ありがとう。では、もうね、明日からまたまん延防止。え、明日からいや、もう今日で。あ、今日からなの。いや、知らない。明日からなの。明日やないですか。明日やってもらうかな。まあ、明日からでも、もう大変だと思いますけども、もう楽勝演劇ではそれを吹き飛ばす。頑張ります。どうか皆様、今日にでは、本日初日、ポーズの